皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、商品サービスは売らなくて OK、 ただ見せるだけ、ポイントは相手の気持ちに寄り添うことということについてお伝えしたいと思います。実はですね、今日とある企業さん の、 依頼されたズームセミナーを開催していてですね、まあ私の場合には対象が教室の先生になりますので、その教室の先生の、お困りごととか悩みごととかを当然解決していくのが私の、まあ商品サービスになるわけですね。でコロナ禍によって、オンライン化をせざるを得ない、まあ生徒先生たちのためにですね、まあいろいろと私も商品サービスを、緊急事態宣言が出た3月ぐらいからも怒涛のようにリリースをして、何商品ぐらいリリースしたでしょうかね、まあ、結構な商品リリースしてるんですけれども、それを急にリリースすることができたのは、自分がすでにそのオンライン化っていうことに取り組んで数年前からやっていたから、まあ、そのノウハウをお伝えしただけになるんですけれどもね、まあ、それでこうやっている。だからすでに私はまあそういった商品を持っているわけですね。でそのまあメルマガを、ずっとまあ社会情勢の分析も含めてですね、読んでくださってたその企業の担当の方が、まあ、実際にこの私の、まあ、そのなんていうんですかね、考え方とか、まあ、そのコロナ禍においてのオンラインレッスンっていうのはどういうものなのかっていうのを、まあ、伝えてほしいということで、まあ、お話をすることに至りまして、まあ、本日セミナーをやっていたんですね。で、まあ、その時にですね、まあ、参加者の方からですね、まあ、お話があったことからですね、まあ、改めて感じたこと、気づいたことっていうのをまとめようと思いまして、まあ、そしてこちらの動画を撮っているという、まあ、そんな感じが、本日の、動画の背景でございます。はい、では本題に入ります。サービス商品は売らなくてもいいっていう、まあ、まずここがですね、勘違いをしている方が結構多いので、それをちょっとまず誤解というか勘違いをちょっと紐解こうというふうに思いましてお伝えするんですけれども、まず私の営業経験っていうのは、社会人になってからカウンター接客セールスであろうとですね、まあ、法人相手の営業であろうと、まあ、とにかく経験値のベースが全て営業職だったっていうことをですね、社会人生活で20年です。でその後、パン教室とあとコンサルティング業とか、まあ、何個かいろいろ事業やってますけれども、まあ、全部対人系のサービス業系です。はい、ということは営業経験が約30年という形になります。まあそれだけの経験があると、まあ さぞかしですね、ゴリゴリに商品を売ってきたんじゃないですか、つわものの、まあ、営業部長もやってましたからね、数字を追いかける営業部長です。それをやっていたのでゴリゴリにね、きっとやってこられたんだろうと思われる方がいらっしゃるかもしれませんけど、それは大いなる勘違いで、まあ、その大いなる勘違いっていうのが商品サービスは売らなくてもいいっていう、ここが分かってる営業の方と分かってない営業の方では動きが変わります。はい、分かってる方とお話しすると似たような価値観を感じるので、すごくそうだよねっていうのをこう同感同調できるんですけど、分かってないというか、いろんな売り方があるんで、まあどれでも構わないんですけれども、やはりこう割と囲い込むような形で後ろをね遮断して、こうゴリゴリこう圧力で売っていくようなセールスの方もいらっしゃるので、私はそのスタイルは苦手というか、あまり好きではないので自分は採用してこなかったんですけれども、当然そのスタイルを、評価するようなタイプの会社もあるのも事実です。外資系みたいなタイプのようなね、会社ないしはベンチャー企業とかはある程度数字を上げてきたらなんぼっていうことで、スタイルはそんなにガタガタ言われるようなあれではなかったので、私は私のスタイルで売り上げが上がっていたので、まあ、多分
それが正しいっていうか、一つの法則として正しいんだろうっていうのは実体験で理解をしていたんですね。じゃあ商品サービスは売らなくてもいいっていうのはまあどういうことなのかっていうと、まあ、見せるだけでいいっていうことなんですよね。見せるだけでいいっていうのは、例えば先ほど私が Zoom 関連とかオンライン関連の商品を、コロナ禍になった時に、困ってる先生たちのために一気にリリースをしたわけなんですけれども、その背景っていうのは困ってる先生たちのためにリリースをしたっていうことなので、困りごとがすでに分かっているから、それに合った商品を作っただけなんですよね。で、作った商品は当然困ってる人に紹介しなくてはいけないので、ピンポイントで分かっている方に関してはもちろんピンポイントでご紹介するんですけれども、ピンポイントで分かってない場合には、まあメルマガに流したりとか、まあ、LINE でご紹介をしたりっていうことはしますけれども、こう何て言うんですかね、圧迫面接のように、こうあなたはこうでしょう、こうでしょう、こうでしょうみたいな売り方はしたことがないということですね。紹介をするだけです。困ってる方がいらしたらっていうレベルになりますけれどもね。はい。ですから、そこはよく勘違いするのは、その誰か、特定の誰かっていう人がいた時に、その人を、落としていかないといけない。落とすっていうのは制約させるっていうことですね。いかないって、いけなくてはいけないっていうセールス経験がある方ほど、そういうやり方をします。はい。それをもしか確かに評価するところがあるのも事実なんで、まあ、一概には何とも言えないんですけれども、それでも数字は上がっていきますからね。基本的に困ってる方っていうのは、その困ってる自分の悩みにぴったりの、まあ、商品サービスを見せられれば、まあ、大概何かをこう押し売りしなくてもですね、買いたいって言って買う形になるんですよね。ですから持っておくものは、要は世の中のニーズに合った商品を作成しておいて手元に持っているかどうかっていうことと、それが必要な人が目の前に現れた、ないしはまあそういう属性の方をね、集めた状態で、まあ、こういう商品ありますよっていうのを見せるだけで商品って売れていくんですよね。基本は困りごとの解決になるので、困ってることをリサーチしないといけない。何に困ってて、何が辛いのか、大変なのかとかね。例えば私は集客コンサルタントという名前を名乗っているので、当然皆さんが集客に困っているっていうのは理解はできるんですけれども、その集客の手法とか悩みの行き先の度合いっていうのが当然違っていて、本人は集客って言ってるんだけど、本当は直さなきゃいけないのは成約率だったりする時があります。本人は集客ができてないから売上が上がんないと勝手に思ってるんですけど、本当は成約率が悪いから売上が上がんないっていうケースがあるんですよ。で、成約率が悪い場合にもたくさんのパターンがあって、対面の時に失敗する方もいらっしゃるし、失敗っていうのはお客様のせっかく興味を持って来てくださった方の気持ちを捉えることができなくて、例えば、無意識的に失礼なことを言ってしまって破談になるみたいなケースもね、あるんですよ。コミュニケーションが下手な方は相手の気持ちの土壌に立つことができないので、不用意に無神経な言葉を発してしまって、まあ、それでお客様の、ね、気持ちが離れるとかっていう時もあります。この段においてはネット集客がどうのこうのレベルの問題じゃなくてですね、そのコミュニケーションスキルを学ばないと一向に改善しないです。はい。で、他にも制約のスキルっていうところで言うと、ホームページ、ウェブサイトとかランディングページと呼ばれる着地のページの出来が悪い、これも決まっていかないです。出来が悪いっていうのは、この引いてくる言葉、キャッチーな言葉があって、それをいいかもって思って来た時にがっかりするかしないかっていう、その期待値と内容が合ってるような状態でページが作られていれば、ないしはそれ以上のギャップですね、ギャップが生まれると
当然その商品が欲しいということになれば買うというふうに心が傾くわけですよね。これは古代広告であったりとか誇張して、半ば騙すようにして売る必要はないということです。よくねそういう煽る言葉とか、必要以上にですね、まあ、本当にライティングのテクニックっていっぱいあって、まあ、いっぱい勉強しましたけど、私が自分で好きじゃない手法は自分で採用しないようにしているので、脅し、まあ、脅迫系とかでどんどんこう攻めていくやり方もあるし、まあ、未来を見せていくっていうただひたすら明るいやり方とかもあるんですけれども、私の場合には現実は理解していただきます。ただこういうふうにすれば変わっていくよという道筋は見せます。まあ、大体そんな感じですね。はい、文章の組み立てが。ですからそれがそうだよね、本当に必要だよねと思う方に関しては、その商品を目の前に置いただけ、サービスを目の前で紹介しただけで欲しいです、買いたいです、入りたいですとかね、そういうふうになっていくですよね。だから営業職でもルート営業とか、まあ、提案営業とかいろいろとあるんですけど、私は基本が提案営業だったので、何もない状態からそのお客様のニーズ、まあ、ないしはウォンツとか言われるもうちょっと深いところの悩み解決の、お話をしっかり聞いた上で自社商品であるものをアレンジしてまとめて、まあ、それで提案するっていう、そういう形でお仕事を形にしてきたタイプなので、まあ、それはパン教室であってもコンサルであっても全く一緒で変わらない、まあ、営業マインドの部分ですね。だから売るっていう概念はないです。私の中では紹介するないしは見せるレベルですね。欲しいかどうかを決めるのはご本人なので、はい、そんな雰囲気です。ですから今回のセミナーでも、まあ、こういうことが課題であるとか、まあ、今後こういう知識とか技能は持ってたらいいよっていう話をした時にですね、今までは見過ごしてきたと、まあ、要は注意喚起を多分促したことになるんでしょう。これからの先の未来を考えると、今オンラインのスキルを身につけないのは今後のことを考えた時に厳しい時代になりますよということは示唆する内容でした。で、オンラインを使うとこんな未来が待ってるよっていう明るい未来も当然お話をしています。で、それによってご本人が腹落ちして、あ、私今までパソコンが苦手とかコンピューター関係苦手って言って目をつぶってきた部分があるけれども、いよいよこの時代でそれを学ばなくちゃいけないんだと、本人が私のセミナーを聞いてそれを自覚した瞬間に本人にとって必要な商品に変わる場合があります。今まではまあなんとなくみんながいいって言ってるけれども本当にどうなのとか、いらないんじゃない、私苦手だし、で済まそうとしてたんだけれども、でもきっと多分必要っていうことを理解してるから私のセミナーに来てるんですよね。だからセミナーに来て、まあ、今回のセミナーの内容に関しては気づきを得ていただくこと、そして将来は決して暗いものでも悲観するものでもなく、しかるべき対処をきちんとすることによって未来はどうにでも変わるよっていう、まあゼロからでも何でもいつでも作ることができるっていう、まあ、そういうマインドですね。はい、ガテン系エレガントを信条とする私としてはですね、まあゼロベースでもまた作る、どういう状態になっても死なない限りはまた作るっていう、まあそれができるよっていうことをお伝えしただけなんですけれども、まあ、その感覚で、あ、今だっていうふうに思ってくださった方が何人かご質問をいただいて、これからはねやっぱりその知識を身につけなくてはいけないというふうに思っているんですけど、それはどこで学ぶことができますか、もうその方はどこかで学ぼうっていうところまで気持ちがいったわけですよね。で、当然私が私で持ってる商品
だったら私の商品もご紹介するし、他の人が持ってるいいサービスとかがあれば当然それを普通にご案内する予定だったんですけど、たまたまその方が欲しい商品が私がすでにもう作っている商品がその内容に合致する内容なので、それは私が教えていますっていうことでお伝えしたら、その内容と概要を教えてくださいって言われたので、まあ、その方に多分その内容と概要が書いてあるページをお伝えするだけなんですけどね、それは相手の方が知りたい教えてくださいって言ったので、私はその概要が載ってる内容をお伝えするだけです。だから多分私はそこの内容に関しては読んでもらえば分かるようにページはしっかり作ってあります。でそれを読んで判断に迷ったり分からなければまたどのみち質問は来ますし、自分にふさわしくない、あなんか違うなって思ったらそれ以上アクションが起きないでしょうし、あこれは必要だぜひ受講したいと思えばその先があるはずなので、その時にまた私は予約を受け付けるっていう作業に入る予定なので、その欲しいと思った方にこれがあなたにいいんじゃないですか、まあ、何通りか商品はあるんですけど、まあ、それを紹介するとその方はそれをしっかりご自身で読み込んで、でどうするかっていうのを私に連絡くださる、まあ、人によってはねそういうのをご紹介したら、何もスルーでね終わらせるタイプの方もいらっしゃるんですけれども、そういう方はどのみち全てのことに対してこう、ね、人に感謝をしながらとかっていうことをやられてこない方なので、まあ、あまり私との相性もあまり良くないよねっていうふうに思ってるので、それはスルーで全然構わないんですけれども、それをちゃんと反応して理解をして、やるにしてもやらないにしてもお返事をくださるっていう方はやはり社会人としてのマナーはある方なんだよねっていうことで、逆に私の方を見てたりとかすることもできたりします。ですから今日そんな形でその商品というかこういうのを私は学びたいと思っていてそれを教えてほしいって言われた3人ぐらいいらっしゃったんですけど、私はセミナーで喋っているだけです、皆さんにとって必要な知識を。で本人がそれが大事だなと思った時に必要な商品を私が持っているとすれば、その URL をただお伝えするだけっていうことですね。だからこれただ見せるだけっていう形になります。ですので当然、他社のセミナーですからそこで自分の商品を売るっていうことは基本はしないですけれども、ことさらにその質問者の方が質問している内容に対していやそれは秘密で教えられませんとかいうのも、まあ、変なので、その場でじゃあこれがですねっていう風呂敷も広げることもしませんけれども、じゃあ内容ねお伝えしますので私にコンタクトを取ってくださいっていうことで、高橋貴子で探せばウェブサイトが出てくるので、そこの問い合わせフォームか LINE かかなんかから連絡くださいって言って、そこまでですね。ってことはその方は本気で私の話を聞きたいと思えば高橋貴子で多分検索をするはずなので、まあ、それで連絡が来ればお教えするっていう、そんな感じです。これって売ってますかっていう話ですね。言われたら、私にたどり着く方法を教えて、かつたどり着いてご連絡いただけたら URL を伝えるだけという、まあ、そんな感じです。これはだからセールスとは違くって本人の気持ちが必要だなと思うように変化したから商品を欲したっていうだけなので、その変化をさせるようにも別に喋ってはいないです。買いなさいとかっていう風なシナリオで喋ってはいないです。ただ一つ私が分かっていたのは、教室の先生が現状どういう状態に置かれていて、その先生たちがどう困っててどういう商品を欲しているかは知っています。なのでそれを解決するためにはどういう行動と活動を選択していったらいいのかというアドバイスはすることができる、まあ、それが、セミナーの内容になるわけなんですけど、
私の基本的な考え方は、今日のセミナーでもお伝えしたんですけれども、自動集客と自動収益なんですよね。これはもうずっと昔からのテーマで、今自動集客はもうだいぶできるようになってきているので、今度自動収益の方に今シフトして取り掛かっているところなんですけれども、自動集客っていうのは、どういうことなのかっていうと、探されて、そしてそのサービスが欲しいと言われて、それで出来上がってるサービスをお見せするっていう、この状態が自動集客の状態なんですけれども、ということは出来上がってる商品がそこにあるということになりますね。探されるべき。で、それは当然リサーチとか世の中の流れとか悩みの声っていうのは、普段から接している皆さんから声を吸い上げたりとかしているので、基本私の商品の作り方っていうのは、お客様の声から全部商品を作っているっていうのが商品作りのやり方です。ですから自分がこうしたいからっていうことで商品はほとんど作ったことがないですね。よく例に出してね、言うんですけど、低糖質のスイーツをパン教室やってた時に教えてたことあったんですけれども、それは低糖質のパンを教えてたからなんですね。で、低糖質のパンは私はじゃあ好きだったから教えたのかっていうと、当時その低糖質のパンで、割と手軽で再現性が高くて、成形も楽しめて味もそこそこ美味しいみたいな、低糖質のパンあんまり美味しくないっていうのが結構多かったですからね。それを開発してやったのは、そういう糖質制限で困ってる人がいるという声を実際に知って引いていたのと、たまたま私の法人の時にお付き合いがあったのが、鳥越製粉の、そういった商品開発の事業部長の、方と一緒にニーダーと低糖質の粉をこねていく時には相性がいいっていうのを実験により分かったので、これは困ってる人、時短にもなるし、自宅であったかくて美味しいパンが食べれるよねということでやり始めたのがきっかけで、私自身がものすごく別に低糖パンを好きだったからやってるわけじゃないです。その低糖質のパンを困ってて欲する人がいるから商品を作ったっていう、そういう感じですね。で、同様にその方たちが卒業して、パンは終わったと、だけどスイーツも知りたいって言われて、私スイーツって作らない人なんですよね。甘いもの食べないので、でだから友人のパティシエを紹介するよと。当時友人のパティシエはその時低糖質のスイーツって作ったことがない友人だったんで、素材とか特徴とか教えながら、こういう素材を使ってスイーツ作ってほしいって言って、なんとか後日談ですけど作ってもらうことはできたんですね。で、その友人を紹介するから作ってもらうようにね、言うからそちらに行ってくださいっていう話をしたら、先生がその方から習って覚えたものを私たちに教えてくださいって言われたんですよね。おお、そう来るか と思いましたね。私は基本的にはその困ってる方の困りごとを解決するためにサービス、ビジネスはあるというふうに思っているので、その方は、困りごとは低糖質のスイーツは習いたいんです。困ってるから。だけど習いたいのは私から習いたいんです。身も知らない、私からするとすごい信頼のおけるいい友人なんですよ。だけど身も知らずのその友人のところに通うのは嫌だっていうことなんですね。その人にとっては2つ要望があったわけですよ。私から習うこと、低糖スイーツを習うこと、この2つで、これを叶えてほしいということを言われた時に、私はどうしたかというと、彼女にレシピ開発を依頼して、そのレシピを買い上げて、そして彼女に作り方を習って、そして教えたということです。後にも先にもおそらく私がスイーツを教えたのはそれだけです。なんと特殊な低糖質のスイーツですね。だから普通のお菓子の基本セオリーは知らないです。その低糖質のお菓子だけが成功する、上手に作れるセオリーをその人から習った、それを教えたということです。だからよくね、勘違いをするんですけれども、私はこのレベルだから教えられないとかっていう方とかいらっしゃるんですけど、逆で
ある知識とか技能とかあるサービスが求められていると、もし調査で分かったり、まあ、それを知ることができる立場にいることができたら、それをどう調達するかを考えるのがどちらかっていうと、まあ事業家というか、まあ、教室の先生に対して事業家っていう言葉を使うのはどうかと思うんですけど、その考え方で調達をどうするかです。私の場合、今回はこの人に習ったらいいじゃないという調達方法を教えたのに、私から習いたいって言われたから私が覚えることになっちゃったっていう、まあそれでもたった一人の人のためだけだとちょっとしんどいなっていう雰囲気でした。その当時、じゃあ習いに行くけれども他にそれを習いたい人って言って5人ぐらいいたんで、まあ、じゃあ覚えてもいいかみたいな、そんな感じ。当然そこにはもう買うって決まってる人がその場にいて、で大体その欲しいという人の後ろに10人ぐらい声があるっていうマーケティング的にはですね、ルールがありますので、まあじゃあそれぐらいの人数が見込めるならやってもいいかということで覚えたのが低糖質のスイーツです。はい。ですから私が作る商品が自分の教室において割とほとんどがうまくいくっていうか、売れる満席になるっていうふうに作ることができたのは、基本リサーチとあと欲せられてる商品を掛け合わせてこれだっていうものを作るからです。でそれに対して自分の技量が足りないものは足りないなりきに覚えて、それをプラスアルファにして商品作りをするので、ここ多分ね違うところかもしれません。私はここまでしかできないからこの講座は作れませんっていう方に、いやこれを覚えればこの商品成り立つよね、じゃあこれ習いに行ったらいいじゃないですかって言うと皆さん驚きますよね。その習いに行ってそのためだけにプラスアルファしてそれで商品作るっていう考えがあまりないからです。自分ができる技量と自分の手元にある知識技能だけで、まあ、大体作ろうとするんですけれども、それよりも違うものを求められている場合には、その枠を超えたそれを取り入れないといけないんですよね。でそれを取り入れたことによって経験値でまた自分ももっと大きくなっていくので、より商品が売れやすくなる。私の人生はもうずっとそれの繰り返しです。ですからお客様に要望されるたんびに知識が増えていって、要はお答えするためにどうしたらいいのか、だから基本ノーがないということです。基本は。だけれども会社員だと、会社の意向がありますからノーという言葉がどうしても出てきてしまいます。はい。なのでノーということを、伝えたくないけど伝える場合もありましたし、イエスと言いたくないのにイエスを言わなきゃいけない時もあったのが会社員時代です。で、自営になったのはそれを自分がやりたいことはやるし、やりたいことはやりたくないっていう選択の自由を手に入れたかったので自立をしました、私の場合には。ですからお客様のもちろん問題は解決したいんです。だけれども誰でも彼でもしてあげたいわけではないです。私が本当に救いたい人、その人の人生において、例えば私の助言とかアドバイスがそれこそ180度人生を変えるぐらいのインパクトがあったり、それによって素敵な人生を送れるなということに正直に邁進する人の手伝いをしたいんですね。だからその裏に何か隠しているものがあったり、腹黒いものがあったり、その動機がよく見えにくい、ないしはちょっと私が助けてあげたい人の動機と種類が違うタイプの人に関してはそれをしてあげたいというふうに思わないので、お断りするないしは、まあ、手伝わないという選択をすることになります。まあ、その人にとっても私が本気で取り組みたいと思うような状態じゃない時に私と組むっていうのはデメリットになってしまうので、違う方と組んだ方が多分いいです、そういう方は。でそれを見極めながら、私もお客様を選ぶし、
お客様も私がいいかどうかを選ぶっていう、ただそれだけのことで、その真ん中に商品があるだけです。で、その商品っていうのは私からでしか買えない場合で、その人にとって魅力的であれば当然私から買うことになりますし、他の方でも買えるような内容であれば他の方からでも買ったらよくて、その段になった時に起きるのが価格競争です。だから価格競争っていうのは、誰からでも買えるような商品を扱うと当然価格競争になります。比較がしやすいので、誰でも扱ってない、その人しか扱ってない、でもこの金額っていう金額がワンプライスだった場合には、やるかやらないかだけの世界なので、やるかやらないかで、やりたいになった時にお金が高額で足りないという時には、分割払いとかっていう形の払い方なら、先延ばしにしながらそれを払っていくなら、価値として今手に入れる価値があるかどうかはご本人が判断することなので、それを高いと思って諦める方は当然諦めることになると思います。チャンスもその方の運の一つなので、私は学びに関しては今それだなというふうに感じたら、借金してでも資金調達してきます。そんで学んで、だいたい最低5倍は戻すっていうのを決めてるので 例えば50万の何か講座を習ったら、250万はまず半年から1年以内に作るっていうのは決めているので、そういう形でだいたい資金回収をしてきています。だから学ぶ、加工する、実践して、それをリターンとして戻すっていうことを常にやるようにしているので、やりたい講座とかをしっかり見極める必要があって、誰でも何でも手を出しているわけではありません。ただ、タイミングが悪いと、それが今だって思うのがたまたま重なっちゃう時には、時間のやりくりが結構大変なんですけど、それでも今だっていう今の方を、感情とあと時期ですね、それを優先して学んでいく時もあります。ですから一番効率がいい投資っていうのは、自己投資ですよっていうこともお話をしたんですけれども、ゼロベースになっても1を作ることができる技能とか、知能とかノウハウ、これは、誰にも奪われることのない素晴らしいものになりますから、世間情勢がどんな状態になっていったとしても、またゼロを1にすることができる能力、作り出す能力っていうのは、何度も何度も作っているとだんだん上手になってきます。で、一度も作ったことがない人はまず作るしかないんですよ、頑張って。で、特にこのコロナ禍っていうこの時代においては、それを強制リセットされてしまってゼロにさせられた人も結構いるはずなんですよね。で、これは逆にチャンスなんですよ。強制リセットしなければ、ずるずるやってしまっていた事業とかを一気に粛清されちゃったっていう方もいらっしゃるので、逆に心機一転、新たにゼロから作り直すっていうのも全然いいかなっていうふうに思いますのでね。その段において気をつけなくちゃいけないのが、自分が作りたいものを作るんじゃなくて、欲しがられるものを先に調査して、それを作っておく。で、欲しいという人を探すということですね。で、それが万人受けする商品なら、ただ単に市場に投下すればいいだけで、見せるだけです、これも。そうすると人が勝手に寄ってくるっていう。だから SNS 集客とかってものすごく頑張る必要はないです。やった方がいいですよ、それができてない方は。ある程度自分のファン化する人が手元にいて、その人たちは自分の言うことを信じてくれて、で、その人たちが役立つなと思う商品を持っていて、ポンと紹介すれば、それで予約が入るっていう、そういうメカニズムになりますので、これは割とトップセールスの人と話すと大概似たようなことを言いますね。売ってないです、大概の人。雑談で商品契約が決まっちゃう場合もありますし、私もよくそういう話がありました。見積もり書とか持ってるのに雑談だけしていて、じゃあ本題に今日入りますねって言ったら、もう君と契約することにしたから、あとは部長のなんとか君に見積もり書とか渡して、実務の方はそっちを詰めといてくれたまえ的な感じで、社長とお話して終わるっていうこともありましたので、そんなイメージでやっていく商品作りをされるといいかなというふうに思います。
ちょっと長くなっちゃったんですけど、まとめます。商品サービスは売らなくて OK、 ただ見せるだけ。ポイントは相手の気持ちに寄り添うことということになりまして、売らないということです。相手が欲しいというポイントを掴んで理解して、それには質問力が必要です。そしてそれを理解した上で、この商品この人に合うかなというラインナップを持っていることが大前提になりますけれども、それを見せるということ、これが、やっていただきたい営業と言われるプロセスになりますので、ご参考まで。それでは。